伝道という本ですね、幸福の科学の皆さんお届けいただきました。で、人間には老病死別といいまして4つの大きな苦しみや悲しみがあると言われています。でもその中にも喜びや人とのね、ぬくもりとかっていうのを見つけられるのが、まあ、人間の知恵なのかなと思うんですよ。で、今回もそんな中から難病と歩む中で見つけた幸せということで、本来なら病気になんてかかりたくないですよね。でも病気になって自分が苦難の時を迎えたからこそ、自分が本当に何をやるべきかってことが見えてくるってこともあるわけですよ。これはですね、健康上の苦しみがない方が目的を見つけられずに安穏とした日々を過ごす、それもね、まあ不幸の一部なのかなっていう気もしますけども、必ずしも病気になった方がいいとは私は思いませんよ。でもなってしまった苦難や災厄ってのは何かの試練だと思ってね、その中に見つけられるものを探していく、これも一つの、まあ、伝道なんではないかなと思うんですよ。正確な解釈は幸福の科学の皆さんに聞いてみるしかないんですけどもね。多くの人のおかげで生かされていることへの感謝っていうふうに冒頭書いてあります。で、今回この女性がね、テーマになってますね。難病も幸せへの切符と信じてというところでございます。難病、全身性エリテマストーです。ちょっと 見たことも聞いたこともないような病気ですけども、29歳の会社員の女性がこの病でね、苦しんでいる。その中でも喜びを見出したよっていうような素敵な笑顔ですよね。こういった人の体験に触れて、自分はその病気ではないんだけども、その病気に対しての理解を深めることと、自分にもしね、健康上の問題が起きた時に一体誰が自分のそばにいてくれるだろうか、そしてその人を今自分は大切にしているだろうか、この繰り返しがなんかね、愛なのような気がしますけども、いかがでしょうかね。はい、今回もお届けいただきましてありがとうございました。